こんにちは、宮野豊です。今週の状況はですね、先週末、この50年で4回目のウイルスの大増殖をした。まあ、これは一般のいわゆる風邪のウイルスとかインフルエンザのウイルス、先週はすごく多かったです。だけどその話ではなくて、1ヘルペス6と思われる常在ウイルスですね、体の中にいつもいるウイルス、これがうんと増えて、この24年間で体がいわゆる老化が進んでしまった。弱い炎症が起こり、その弱い炎症によって少しの老化効果が起きることが毎日毎日積み重なって、それで全身の働きが悪くなり、体液の流れが非常に悪くなってしまった。その結果、脳脊髄液の吸収が悪くなって頭が大きくなっているのが、もうこれがずっと続いていると。でそれが少しずつ少しずつどん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 悪くなっているという状態。先週また4回目のその悪さというものが起こったわけですけれども、その状態になると非常に不思議なことに、パッと一瞬してどん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 増えてきたと思うと、一瞬してストーンと落ちてきて、ただ今までずっと、まあ、この程度だったものがまた上乗せで、その状態で安定してしまうという状態になっているところが怖いですね。で今週はそのように1ヘルペスウイルスも少なくなった、でもまた上乗せでと、この多いの、これが問題なんですけど、インフルエンザと風邪のウイルスは今週はもう極端に少なくなってきて、今日土曜日ですけども、土曜日あたりは非常に少なくなって、治療が非常にやりやすくなったというのが実情です。我々は体液の流れを良くして、患者さんの状態を良くしていこうという治療をやっていると、いわゆる免疫力の問題ですから、何が一番体を悪くするのかというと、いろいろなストレスありますけども、この20年というものはどんどんウイルスによるストレスが一番強いのじゃないかというふうになってきたんですね。今までその前は運動、重力に反して運動するというのが一番だったんですけども、これも確かにあって、運動している人はコロナの抗体が持てないなんてのありますけども、でも総合的に見ると、圧倒的にこの20年どんどんウイルスによるストレスというもので、そのウイルスによるストレスが体液の流れを悪くし、それで脳脊髄液の流れを悪くして、頭が膨らんで脳に持続的な圧迫ストレスが加わると。でこれが今は一番、この持続圧迫がこれが一番になってますから、その元を正せばヘルペスウイルスですから、ウイルスが一番厄介なストレスだろうということができるかと思います。でますますヘルペスウイルスの状態が多い状態なので、慢性的なこういう脳の圧迫から来る、この20年間で3倍に増えたと言われるがん、それにアルツハイマー性の、認知症、これがますます加速して増えてくるだろうということが予測されるのはとても怖いことだと思います。65歳で今、7人に1人というものが5人に1人に増えるというぐらいのスピードですから、これから先どうなるのか本当に不安な状態ですね。